こんにちは。宮崎県にあるアーユルヴェーダと植物療法の店アリスのトモコ先生とアリサ先生がお届けします。若返りと癒しって同時にできたらいいですよね。いいですよね。女性がみんな望んでいることですね。あのアロマとかね、はい、アイルベーダーのサロンに行くと、はい、やっぱり癒されるし、うん、お肌も綺麗になったりとか、はい、若返りますよね、はい、しょっちゅう行けたらいいんですけどね。でもまあなかなかそうはいかないっていう方が多いんじゃないですかね、はい。アイルベーダーはあれですね、特に若返りは力を入れてるんですよ。あのアイルベーダーには外科とか内科とかあるんですけど、その中8つの中の1つに若返り部門っていうのがあるんですよね、はいはい、あの去年インドに行った時は若返りの薬を処方していただきましたね。どうなりたいのかっていうので若返りたいですっていうのをすごい私は言いましたね。お薬は若返りのねお薬を処方していただいて、はい、そうですね。まあ実際インドの病院とかにも行ければいいんですけど、なかなか簡単じゃないので、今日はお家で簡単にできる若返りと癒しが同時にできる方法をお伝えしたいと思います。はい。それはじゃーん。これです。でしょう。これあの、ね、中にハーブが入ってるんですけども、はい、あのこれをこう蒸し器とか、はい、電子レンジとかで温めて、はい、お肌に当てていくんですよね、はい、ハーブウォールって一般的には呼ばれますよね、はい、こちらはあのお顔サイズにちっちゃく作ってあります、はい、体用はこんな大きさですね。はい、あのタイとかに行くとお土産物屋さんによく売ってますよね。お土産でもらったっていう人が結構多いですよね、はい、今日はこのちっちゃいサイズを手作りで作っていこうと思います、はいはい、この小さいボールにその若返りと癒しの効果があるんですか。はい、そうですね。これ、まあ、お肌に当ててこう、はいはい、あの温めたりするんですけども、はいはい、アイロン効果でシワが伸びたりとか、あと温めるのでやっぱりこう血行も良くなりますし、はい、若返りにはすごくいいですよね、はい、中に入ってるものがまたその若返りにすごく美容成分たっぷりなハーブだとか、はい、米ぬかとかも入ってるんですよね。そうですね。あのハンガリアンウォーターという若返りの水って呼ばれるものがあるんですけども、はい、その元々の由来っていうのは、はい、あのハンガリーの王妃が、頭も良くってあの優秀な方だったんですけども、あの晩年こう年を取って手足が痛くなる病気にかかったというふうに言われています。で、それを気の毒に思われた修道院の方があの王妃にこれを使ってくださいというふうに捧げたのが、ハンガリーアンウォーターだというふうに言われてますよね。それをあの使用することによってものすごい若返りを遂げたと言われてますね、はいはい、であの隣国の王子様に、はい、あのプロポーズまでされたらしいですね。すごい年下の若いっていう話ですね。ですね、あやかりたいですね、はい、そのハーブが今回このハーブボールの中に入っている、ね、そうなんです。若返りと間違いないですね、はい、でやっぱハーブの香りもあるので癒し効果もありますよね、はい、あったかくてほぐれますしね、はい、じゃあ そのハーブをあの紹介していきましょうか、はい、何が入ってるのか。まずローズマリーですね、はい、ローズマリーにはロスマリン酸という成分が入っていてとても抗酸化作用があります。はい、若返りのハーブで代表的なものですね。はい、次ははい、オレンジピール、はい、こちらはあのマンダリンって言ってあの光毒性がない、あの柑橘の中には光毒性といってあの塗ってしまって日の下に出ると、シミの原因になるものもあるんですが、こちらはそのシミの原因になる心配がないマンダリンの皮を粉状にしたものですね。香りも爽やかなオレンジの香りがします、ね、はい、オレンジピールにも血行を良くして温めるとか、あとビタミン C もたっぷり入っています、はい、お肌に良さそう。はい、次はこれローズの花びらですね、はい、
ローズはやっぱりこう保湿作用とかいっぱい美肌にいい作用があるんですけれども、なんといっても香りがすごくいいので香りで癒されますよね。いいですね、高貴なローズの香り、優雅な香りがしますね。女性は特にですけど、幸福感を感じる香りとも言われますね、はい。ペパーミントです。ペパーミントの中にもミントポリフェノールであるとか、あとルテオリンという成分が入っていて、こちらがアレルギーの症状を抑えたりとか、あとメントールが入っているので、皮膚の活性化にもすごくいいんですよね。ペパーミントもスーッとしたいい香りです。この4種類のハーブと、はい、あと、和のハーブともいえるこちら米ぬかです。米ぬかってすごく昔からスキンケアに使われていて、江戸時代では布の袋の中に米ぬかを入れて銭湯に行ってこう綺麗にしたというふうに言われてます。本当に昔から使われて貴重な米ぬかですね。はい、米ぬかはよく、でもお肌にいいっては聞きますけど、はい、どんな効果が。そうですね、美肌のビタミンと呼ばれるビタミン B2 が入っていたりとか、あとこう新陳代謝を良くするような成分があったりとか、あと鉄分も入っていて、肌の弾力を増すっていうふうに言われてますね。あと米ぬかセラミドというものも含まれているらしくて、お肌を復活させるのにいいみたいです。素晴らしいですね、はい。もう使わないってもったいないぐらいですね、はい。これはちなみにあれですね、自然栽培で作られたお米の、はい、そうですね、米ぬかなので、はい、安心なんですよね、はい。米ってやっぱり外の部分に農薬とか使ってたりすると、たくさん農薬がついてたりするので、やっぱ米ぬかを使うときには自然農法で作った米ぬかを使ってほしいですね。じゃあその簡単に作れるハーブボールを早速作ってみましょう。はい、ローズマリー、ペパーミント、ローズ、オレンジピールを約スプーン1杯。米ぬかをスプーン2杯ほど、さらしかガーゼの上に入れます。ローズのつぼみの部分は細かく手で潰します。中からハーブが出ないように布を絞り、紐で結びます。結び方に特にルールはありません。ボウルに水を入れ、ハーブボウルの真ん中まで水を染み込ませます。ハーブボールを蒸し器の中に入れて温めます。蒸し上がりました。こちらですね。ここか湯気が出てるんですけど、わかるかな。出てますね。ポカポカです。やけどに注意してください。はい、そうですね。さっきこれの使い方、温めるって言ったんですけど、私たちは蒸し器で蒸しましたね。で、お家に蒸し器がない方は水でこう濡らした後にレンジでちょっと短い時間チンとかしてみると、ラップにくるんでですね。あ、そうですね、ラップにくるんでレンジでチンですね、はい。じゃあ早速ちょっと使ってみましょう、はい。香りも使い方としては壺に当てたりとか、あとこうシワが気になる部分をこう広げるような感じで、アイロンですね、はい。横じわだったらちょっと縦にこうほぐしてみたり、縦じわだったら横にほぐしてみたり、
よくなるので、この目の下のところに優しくこう当ててあげるのもいい。あの目の上に乗せるのもすごくいいですよね、はい、眼精疲労の方におすすめです、はい、あのパソコン作業とか多い方とか目疲れる方とか多いので、もうすごい気持ちいいですよね、目に当てたりとか、はい、あとこめかみもいいですよね、こめかみをくるくる回すように当て方としては押して当てたりとか、あとは転がすのもいいですよね。そうですね、あとこの、フェイスラインの下のここにこう当てるっていうのもおすすめですよね。私はここの頬骨の下のラインを転がしたりします。このところにこうリンパが溜まってる人がすごい多いので、はい、ここをこうなんか温めて流すっていうのがすごくおすすめです、はい、シワが気になる人もこう首に回っているっていうのもおすすめですよね。どこに当てても気持ちがいい、自分が気持ちがいいところに当てていくっていうのがいいと思います、はい、でちょっとまたぬるくなってきたら温めるっていうので、はい、保存方法とかありますか？保存方法は糸機使わないのであれば冷凍保存がおすすめですね、うん、ジップロックなんかとかに入れていただいて、はい、冷凍保存、はい、やっぱりハーブなのでずっと永久に使えるわけではないですけど、まあでも香りがなくなってきたなと思ったら、はい、もう終わりですかね、はい、こうついてこうずっとやってしまいますね。ぜひ皆さんもお試しください、はい、このチャンネルがいいと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。